はい、ですね、前回の動画でクリニックさんのメイクをオールクリニックさんでやったんですけど、そのパーティーメイクを今回はそのパーティーメイクに合わせたヘアアレンジを紹介したいと思います。ざっくり巻きます。結構上側を根元から巻いちゃっていいです。なんかしっかりってよりほんとこんぐらいでいいです。毛先もそんなに巻かないでいいです。でミックスでお願いします。こちらも巻きます。根元を浮かせる感じで透明のゴムこれで縛っていきます。全然黒でも茶色でも何色でもいいです。多めに取ります。でポイントなのがちょっと横毛を多く余らすことです。こんな感じで余裕足してください。こんな感じです。そしてそのちょっと多めに取った横毛をですね取りまして、トルネードしていきます。こんな感じで。そしたらあらかじめピンを持ってくださいね。わかりますかね。この中にこうします。こうしました。でこの下でピンを止めてください。こんな感じです。では下を巻いていきたいと思います。下はですね巻くというより外はね的な感じ、こういう感じ、こういう感じ、あ、そう、こういう感じです。あ、ね、こんな感じです。前髪をストレートアイロンの方でやります。ビーダル刺すんです。これこの間私は2個買っちゃったんですよ。これが家にあるのを忘れてて、なんか半年前ぐらいにこれを買ったらしいんですけど、先々週ぐらいにストレートアイロン欲しいなって思って結構悩んだんですよ。これともう一個いいのがあってこっちだみたいな思って買って、帰り道ぐらいにあれ私ストレートアイロンあるかもって思って家に帰ったら全く同じのあったんですよ。やばすぎ。いや、ちょっと温まったかもです。温まりましたね。これを表面を取りまして、ちょっとこっちに流す感じで、前髪がちょっと重いので表面はこっちに流しちゃいます。こんな感じで、こんな感じで出来上がりました。どうでしたか。まあとまあこんな感じで皆さんもやってみてください。本当に心優しい方がいたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。